ウィットビーは、イングランドのノースヨークシャー北海に面するにある港町、ノースヨークムーアズ国立公園の一部でもある。7世紀から歴史的な港、灯台とビーチからイギリス有数のリゾート町として知られる。1768年、ジェームズ・クックは、この港で建造されたエンデバー号に乗り込み、初の太平洋航海に乗り出した。年の国勢調査で、 の人口は13,213人で2001年の13,594人から減少傾向にある。ウィットビーの町は657年、修道院の建立と共に誕生した。イギリスの海軍士官にして海洋探検家であり海図制作者であったジェームズ・クックが大型ホブネ・エンデバー号で出港した港町として知られている。クックの彫刻は エスク川の西側に立っている。18から19世紀前半、木造船、または、ゲイユ採取の基地であった。18世紀に温泉町して人気ができたウィットビーは、1839年には、ウィットビーピッカリング、その後間もなく、洋区間に鉄道が開通し、海浜リゾートとして発展していった。ウィットビーは、19世紀を舞台にした、文学作品の重要な舞台にもなっている。 ブラム・ストーカーは、ウィットビーに住んでいた1897年に、ドラキュラを表した。映画にもなった、エース・バヤットの、法要ブッカー賞を、受賞小説では、不義の関係の19世紀詩人の男女がウィットビーを、中心に旅をし、ウィットビー名産のジェットブローチを買う。この小説はブローチが19世紀と20世紀末を、結ぶ鍵となる、推理小説めた物語である。 ウィットビー修道院の日没の空ウィットビーコス、ウィークエンドのスチームパンクファッション1880年に創立され、ノーザンプレミアリーグプレミアディビジョン所属のウィットビータウン、FC というフットボールクラブがあり、シーサイダズの愛称で親しまれる。ありがとうございます。